はい、錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。あるせよ下見てちゃう。はい、ね、はい、はい、本日はですね、時事のコーナーでございます。はい、さあ、日曜日はいつも時事コーナーから始まります。時事コーナーでございます、ね。はい、例えばですね、あの森友学園問題っていうのがもうね、世間を賑わしてますけれども、テレビの目はね、そうですよね、騒動で、はい、でこの一連の騒動を見ているとですね、うん、安倍首相のね、うん、あのが昭恵夫人にもうこう振り回されてるんじゃないかっていうような感想なんかをやっぱり持っちゃうんですね、僕。なるほどなるほど。まあ、テレビ見てる方とかもそう感じてるとは思うんですけども、まあそうですね、確かにそんな印象はありますよね。はい、だからこれね、お二人の相性的にはどうなのかと、うん、それを今日はね、先生に伺っていただこうと思うんですけども。なるほどなるほど。はい、まあニュース見る限りね、うん、あの昭恵夫人なかなか面白い方ですよね。今回の問題は問題として、それとは別にね、はい、なんか割とこう、うん、面白いでしょ。いや面白いです。人見たらなんですよね。まあピュアといえばピュアらしいんですよね、うん、ですよね、はい。まあ、直接面識もないから知らないけれども、で、そうですね、まあ、相性を見るっていうことですが、はい、もう多分ご結婚して随分経つんでしょうから、うん、今更そのなんだろう、恋愛相性がとか言ってもしょうがないので、うん、まあ、運が上がる下がる問題、うん、この番組でよく言ってますけど、相性がいいとか悪いっていうのは、はい、好きとか嫌いとかというのもあるけれども、それよりもっとね、その結婚なり恋愛などによって、うん、相手がいることで自分の運が上がるか下がるかってすごい大きな問題なんですよ。はい、でその視点から特に絞って、見てみたいなと。はい、でいろんな見方があるんですが、ね、まあ、簡単な方法としまして、はい、こんな感じです。初めて見る図ですけどね、これ。あ、そうですね、まあ丸の中にいわゆる十二支が書いてあるんですけれども、はい、黒で書いてあるのが安倍首相の生年月日の、十二支、うん、安倍首相って馬年の鳥の月の辰の日っていうこの黒い3つ年月日で生まれてるんですね。はい、で昭恵夫人の場合には虎と馬と腕でできていると、赤いのが、まあ、昭恵夫人であると。はい、であとここに根って関係ないのがありますが、カッコつけてあるのは、ご夫婦が、馬年と馬月の方っていう馬が2つダブると反対側がこう呼び出されて出てきてしまう、本来なかったのに出るって形で、まあ占い上のルールで書いたんですが、要はですね、人間ってまあ年月日ですから3つ、はい、ダブる方もいますけど3つ十二支持つわけです。で3つではなかなかパーフェクトな形っていうのを取らないので、相性を見るときって自分のと相手のを2つこういうふうに合成してみて、ここになんか良い図形が出来上がると運が上がるよって考えるんですよ。良い図形で、良い図形というのの一つですが、これ赤い中に線が引っ張ってあるのが良い図形なんですね。はい、例えばトラウタツって3つずらっと並ぶよって、これいいことの一つなんです。であとこの120度になるようなトラと馬っていう、こういうのも良い関係の一つだったりする。だから実は2人の運の上がり下がりからいくと、3つぐらいですね、いい関係が3種類ぐらいできてるわけなんです。ちょっと結婚によってお互いの運気が上がるぞっていういい効果がまず期待できる、うん、でも黒で書いてある方が悪い効果であって、なかなかここにすごい十字はできてるわ、90度はできてるわみたいな形でですね、良いの3つ悪いの3つで合成されてできてる人たちなんですね。ですからもちろんそのまあ五分五分で相殺されるっていうふうにはなりませんけれども、非常に運を上げる効果も実はすごくあります。特に3子こう3つ並ぶって結構大きなポイントなんですよ。でまあ運がなんか振り回されてる下げられてるように見えるっていうのは、まあ、ここしばらくの間ね、うん、このまさしく森友問題でそうなってますけれども、それまでのところで、もちろんその、運を上げる効果もあったわけですね。だから総理大臣に、ねうん、なられたというのがあるよね。でまあ、ここしばらくの間この虎うたつがいいよって今言ったわけですが、はい、これが出来上がっていてもこれの反対の年が回ってくるといろいろトラブルが起こるんですよ。とこれの反対って猿、鳥、犬ってやつで、一昨年、去年、今年あたりちょうどこの辺壊しまくってる状態になってるわけなんですね。だからなるほど、夫婦絡みで問題も起きるだろうなと、うん、でということですので、実は、上げる下げるについてはですね、まあ、ちょうどいいの3つ悪いの3つ持ってますと。で巡る年回りによってそのどっちが出るかが変わってきて、うん、ここ2、3年の間はちょっとネガティブな方が強く出てしまってるのは確かだなと、そういう関係になっております。今日は結構ね、おもねらないで真面目に占いの話してますけどいつも面白おかしい方に主眼を置いてますが、今日真面目に話してますね。いやそうなんですね、ちょうど今の時期が
来ちゃったということなんですね、はい、こういう相性の視点もあります。あの好き嫌いは、結構小さな要因に過ぎません。なるほど。ということでちょっと明日また続きをいきたいと思いますので、ね、はい、続きあるんですね、はい、はい、今日はとりあえずここまでと。はい、ありがとうございました、はい、以上です。また明日も見てください。